で、一応その FFT の、 あの計算例をあのちょっと紹介したいと思います。でここではまあラージ X って書きましたけれども、あの3次の多項式をまあ用意しました。で3次の多項式に対してその1 の、 あの原子4乗根によるそのまあ FFT をあの DFT をまあ FFT で計算しましょうという話で、一応今回はその最初にあの答えを全部出してみましたけれども、まあ、上から順番にですね、そのオメガ4乗の0から、まあ、0乗1乗2乗3乗に対するあの答えがそれぞれあのこういったその複素数になります。で今からあのこの4つの値をですね、その FFT のアルゴリズムに従って計算してみようと思います。まず最初に、入力された多項式の最初のステップの計算から見てみましょう。でここでは、まあ、AX があの3次の多項式として入力されたんですけれども、まあ、このようにですね、その、まあ、奇数字の項とそれから偶数字の項に分けまして、で今回はその偶数字の項を A0X と置きました。だから奇数字の項を A1X というふうに置きました。でここでまずその A0X と A1X に関するそれぞれに関するこのについてですね、その今度はオメガ2ですから1の原子2乗根に関するその FFT を計算することになります。でそれが A0X に関しては次の括弧2っていうところでやってるんですけれども、ここではその A0X っていうのが今ですね、あのこんなふうに1次の多項式になっておりますので、これをさらに分割するんですね。そうするとこの1次の多項式をもう分割すると次のステップで出てくるのはもう定数項ですから、まあ、ここではあのその定数項としてまあ、R の00というふうに、まあ、ここですね、ここは A0 が出てきたと。それから、まあ、この部分をに対して FFT を行ったのを R の01って書きましたけども、これがとして、まあ、A2 っていうのが出てきたと。で、まあ、これをもとにそのここでのその、まあ、A0 に関するあですか、1の原子2乗根に関する A0 のあの DFT を計算するとですね、ここでは、こう2個の値が得られます。1の原子2乗根ですので、まあ、2個の値が得られて、で1個は A0 プラス A2、 それからもう1個は A0 マイナス A2 というふうに得られます。あだからここのプラスマイナスっていうのはその何がかかってくるかっていうと、この1の今考えている1の原子 N 乗根をかけた値がかかってくるんですね。で1の原子2乗根っていうのはマイナス1ですから、そうすると、まあ、A0 に、A2 に1の原子2乗根をかけたものを加えるっていうので、まあ、あのマイナスがかかってくるというわけです。で今度は次はその今度は先ほど与えられた AX の、まあ、奇数字のですね項のあの部分について FFT を行っておりますけれども、ここは A1 プラス A3X という多項式が与えられて、それをさらにまた分割するわけですね。そうするとこの係数 A1 に関する FFT、 これは A1 が出てきて、それから係数この A3 に関する FFT はこの A3 っていう、まあ、係数がそのまま出てきます。であとここではこの2つの結果を組み合わせて、X0 として A1 プラス A3、 それから X1 として A1 マイナス A3 というDFT の値を得ています。で、ここで再起を一段戻ってですね、先ほどのステップに戻っていく と、最初に与えられた AX を、まあ、偶数字の項と奇数字の項に分割しましたと。で、偶数字の項からは、ここにの Y、イコールっていう行にあるようなそういう DFT の結果が得られました。で、まあ、奇数字の項からはここにある Z にあるようなこういう DFT の結果が得られましたというわけです。で、今度はこれらを組み合わせてその 元の答えをまあ導くわけなんですけれども、
まずそうですね、X0 としては、今度はその今度はこの Y と Z の結果にですね、そのどういうふうにこう値を加えていくかというと、まあ、基本的にはその、1の原子4乗根の、まあ、何乗かを加えていくっていう形なんですけれども、まず X0 ですね。 X0 っていうのがそのさっき出てきたこの2つの、DFT の結果を単純に加えると、そうすると単純に加えるとこれはあの A にですね、あのオメガ4の0乗を代入した結果になります。で次にと、あ、ごめんなさい、この y マイナス z ですね、 y に、z に、1の原子2乗根をかけたものを加えたものですね。で y0 マイナス z0 っていうのを計算すると、これは、a に、多項式 a にですね、オメガ4の2乗をかけた、あ、代入したという、そういう結果になります。でここでその、まあ、アルゴリズムで出てくる途中の変数u にですね、この1の原子4乗根をかけると、今度は i っていう値になりますから、今度はそのこの y と z の間なんですけども、今度は y にですね、この z にこの1の原子4乗根をかけたものを加えると、そうするとこの結果が実は多項式 a に1の原子4乗根の1乗オメガの1乗を代入した結果になります。あと最後にその今度はそのまあ y にですね、この z にこのオメガ4乗のマイナス1乗ですね、かけたものを加えると、でそうするとこれがとまあ a にですね、オメガ4の3乗を代入した結果になりますので、まあちょっと初めて聞いただけではちょっと分かりにくいかもしれないので、まあ、3次ぐらいの多項式でやってたら多分自分で実際にやってみるとこういろいろ分かると思いますので、ぜひ自分で復習してもらいたいと思います。ここまでいいでしょうか。で、今度はですね、まあ、離散風利変換がまあ、FFT でできるって話をしたので、じゃあ 逆変換をどうやるかって話なんですけれども、実は今のですね DFT は先ほどその何でしょう、多項式 の係数表現と関数表現が1対1に対応するという定理で紹介したような形 の関係式で表すことができます。で実際にはこのファンデルモンド行列にですね、この、まあ、1の原子 N 乗根のまあ形状をこう随時代入していくと、行列を用意して、でそうしますと先ほどのですねような関係式でこの DFT を表すことができます。で、DFT がですねこういう形でその係数表現にファンデルモンド行列をかけたというか、行列ベクトル積の形で表したということは、そのもしこの V、 この行列を V としたときにこの V の逆行列が見つかれば、まあ、逆変換はこの V の逆行列をそのこの関数表現にかければよいということになるわけですね。でところが先ほどの V のところにですね、この1の原子 N 乗根の逆数をかけ入れてみましょうと。そうすると実はこういう行列 W を作るとですね、この先ほどやりましたこの1のN 乗根の性質の一つである相和補題からこの W と V の積がですね、単位行列のちょうど N 倍になるということが分かります。ということで、実はその V の逆行列っていうのはこの V のまあそれぞれの成分要素にまあ1の原子 N 乗根の逆数を代入して、で全体を N 分の1にすればよいということが分かります。ということで、さらにですね、さらに、まあ、1のが、オメガ N っていうのが1の原子 N 乗根ということでしたから、まあ、オメガ N の逆数もまた1の原子 N 乗根っていうのが分かると思うので、そうすると、
この離散逆フーリエ変換っていうのは実はフーリエ変換にですね、もともとはフーリエ変換には1の原子 N 乗根を代入して評価したんですが、そこに1の原子 N 乗根の逆数を代入して、で、出てきた全体の結果を N 分の1すれば計算できるということが分かりますので、そうするとこの離散逆フーリエ変換も実は FFT で計算できるということが分かります。ちなみにですね、ちょっと言い遅れましたけども、離散逆フーリエ変換はインバース DFT って言いますので、まあ、よく IDFT って略されることがあります。だから、そうか日本語とちょっと語順が逆だったかもしれませんね。本当は日本語で忠実に訳すんだったら逆離散フーリエ変換って訳すべきだったかもしれません。はい、で、あと、もう一つのポイントとしては、このインバース DFT を行う際には、こういう逆向きの FFT をやればいいっていう話をしたんですけれども、まあ、この時にはこの BX には何が来るかっていうと、この関数値表現なんですね。だから、言ってみればこの関数値表現のこの値を係数とするような多項式を、まあ、作ると思えばいいですね。で、それに対してこのオメガ N のインバースを代入するというふうにして FFT で計算すると思えばいいと思います。ここまでいいでしょうか。